武藤秀則、武藤秀則、武藤秀樹、1982年10月6日イは、東京都中央区出身のレーシングドライバー。1995年にカートデビュー。1997年に、カート、関東選手権の東シリーズチャンピオンを獲得。1998年中学校卒業の翌日に、イギリスに留学1999年にレースデビュー。 2000年には、イギリスフォーミュラフォード FF に参戦し、シリーズ9位。2001年もイギリス FF で、シリーズ9位となったほか、FF ヨーロッパシリーズにも参戦し、シリーズ3位。2002年には帰国し、フォーミュラドリーム FD に参戦して、シリーズ2位。翌2003年には、FD のシリーズチャンピオンに輝く。2004年より全日本海参戦試験に参戦し、 シリーズ9位。2005年はシリーズ3位となり、翌2006年よりスーパー GT とフォーミュラ日本に中島企画から参戦。スーパー GT 最終戦富士でポールト2ウィンで初優勝。またフォーミュラ日本第7戦スワオでファステストラップを記録した。2007年はアメリカンオープンホイールのトップカテゴリーを志してステップダウン覚悟でインディカーシリーズ。 R の、会カテゴリーである、インディープロシリーズ、IPS、ゲイン,インディライツにパンサーレーシングから参戦し、第6戦において、ポール・トゥ・ウィンで、初優勝を飾り、参戦1年目ながら、優勝2回、シリーズ2位となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得し、好成績を残した。この活躍が評価され、シカゴランドで行われた、インディカーシリーズの最終戦にスーパー・アグリ、パンサーレーシングより、 スポット参戦スコットとなり、8位完走。初出場にもかかわらずファステストラップを記録した。2008年は、アンドレッキグリーンレーシングのレギュラーシートを獲得し、インディカーシリーズにフル参戦、カーナンバー27。初戦こそ24位に沈んだが、第2戦セントピーターズバーグで6位完走。以降は、安定したレースぶりで、トップ10の常連となっていく。 シリーズのハイライトとなる、第5戦、インディ500では、ルーキー最高位の予選9番手を獲得。決勝では、終盤のペースカー導入を生かし、このレースのルーキー・オブ・ザ・イヤーこそ、ライアン・ハム・レイに譲ったものの7位でフィニッシュ。さらに6月22日の、第8戦アイオワスピードウェイ決勝で、日本人史上最高となる2位に入賞し、自身としても初めて表彰台に上った。シーズン後半こそ、 やや調子を落としたものの、最終的に完走13回、予選最高位3位、決勝最高位2位、トップ5フィニッシュ1回、トップ10フィニッシュ7回を記録して346ポイントを獲得、ランキング10位とチームメイトのダニカ・パトリックや、マルコ・アンドレッティに引けを取らない戦いぶりを見せた。また、この年は、チャンプカーワールドシリーズとの統合に伴いインディーに、 多くのドライバーが移籍してきたため、多くのルーキーがひしめいたシーズンでもあったが、その中にあって移籍組で、元会一ドライバーのジャスティン・ウィルソンを6ポイント抑えて、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得している。2009年も2008年に引き続き、アンドレッティ・グリーン・レーシングからインディカーシリーズに参戦した。シーズン序盤は、マシントラブルなどの不運が続き、あまり成績を残せなかった。 2度目の挑戦となった第4戦、インディ500では、予選は16番手であったが、決勝では、上位のドライバーと遜色ない走りを見せ順位を上げた。しかし、ピットストップの度に出遅れて、順位を下げてしまったこともあり、結局完走20代中10位でフィニッシュした。その後、第7戦、アイオワスピードウェイ決勝で3位に入賞し、自身2度目の表彰台を獲得した。 アイオワスピードウェイでは2年連続の表彰台獲得となった。第8戦リッチモンド決勝では自身初のラップリーダーを記録300周のレースのうち74周の間トップを走行し4位に入賞した。その後、ロードコースで行われた第13戦のミッドオハイオと第14戦のインフィニオンでは共に5位に入賞した。最終的には353ポイントを獲得し、 年間ランキングでは9位と1ポイント差の11位であった。2010年は、ニューマンハースレーシングに移籍して、インディカーシリーズに参戦。しかし、時折速さを見せるも結果が出ないレースが続いた。第5戦カンザスでは、予選でこの年のベストグリッドとなる4位につけると、決勝では、序盤ポジションを下げるも、その後ポジションを上げ表彰台も狙える位置で、レース終盤を迎えた。 しかし、5位を走行していた200周レースの186周目のレースリスタートで、武藤は6位を走行していた佐藤拓馬と接触し、両者は揃ってリタイアに終わった。このアクシデントは、武藤の前を走っていた周回遅れの下尾名で、シルベストロが武藤の側へとラインを寄せてきたことで、武藤としては接触しないよう同じくアウトにラインを膨らませしかなく、 さらにアウト側にいた佐藤とぶつかってしまったことで起きたものであった。続く第6戦のインディ500では予選で2008年に並ぶ9位につけるも決勝はハンドリングトラブルでリタイア終わった。その後目線が続き結局この年は決勝では12位が最高で一度もトップ10フィニッシュを果たせずランキング18位でシーズンを終えた。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。